ジュールズ・ベドリンズ、ジュール・ベドリーヌは、フランスのパイロットである、セーヌ・サンド・ニュケンに生まれた。エンジンメーカーのノームで働き、イギリスの俳優、ロバート・ローレーヌの運転手を務めた後、パイロットを目指し、1910年12月に、パイロットとなった。モラーヌに雇われ、モラーヌ・ソルニエが滝で1911年5月26日の1911年の、 パリマドリード間レースで優勝した。1912年1月13日には、ドゥペルデュ三機で1 4 5トル h の速度記録を樹立し、1913年11月20日から12月29日までをかけて、フランスのナンシーからエジプトまでの飛行を行った。第一次世界大戦中は機種に牛の絵を描いた飛行機で活躍し、ドイツ戦線の背後に、 フランスのスパイを運び、収容するという困難な任務を果たした。飛行教官として働き、ジョルジュ議員のメールらの優秀なパイロットを育てた。政治にも興味を持ち、1912年議会選挙に出馬したが、成功しなかった。1919年8月、コードロン C-23 でパリローマ間の飛行を行った時に、事故死した。ありがとうございます。